はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日はやっていきましょうということで、デイビッド・アットキンソンさんの主張ということで、こうしてレイシストが作られるというコーナーで、やっていきましょうということになるわけなんですけれども、もうね、これもうワンパターンなんで、もうワンパターンなんですけど、何なんかなっていう感じになるんですよ。まあ皆さん本当こういう人にならないようにねっていうことだけも注意してくださいね。はい。それで松井先生の感想はこちら、YouTube をやって間違ったりおっちょこちょいだったり無知だったりしてごめんなさいというだけで評価が上がるのはなんでだろうと思い続けたんですけど、なんとなく最近分かってきた気がすると、いうことになるんですが、はい、皆さんの YouTube やるにしろサラリーマンをやるにしろですね、ごめんなさい、ありがとう、おはようございます、こんにちは、こんばんは、今日も一日頑張りましょうぐらいで、それなりにこうなんか人から評価を得られるんじゃないかなと最近も思えてきている松井先生です。はい。そうだ、ごめんなさいとありがとうだけで、なんか評価って上がってくんちゃうかなって最近思ってる次第ですね。まあ、幼稚園で習うことやけど、やっぱ幼稚園の先生って深いね、やっぱ。うん、幼稚園とか保育所の先生って、ごめんなさいとありがとうを言いましょうっていうのは私未だに3歳、ぐらいの時とか年少ぐらいの時に教えられたことだと思うんですけど、なんか世の中で一番役に立つ言葉だったなって思うよね。ごめんなさいとありがとうってね。はい。ということなので、皆さん幼稚園の教員さんを目指すであったりとか保育所の人を目指すっていう方はですね、子供たちにはぜひごめんなさいありがとうは大事ですよっていうことを教えてあげてほしいなというふうには思いますね。はい。もちろん私もそういうのは伝えますけどね。はい。まあ、頭がカッとなってきたりしたり、年取ってきたりしてっていう、まあ、年取ってきたりっていうんで、ごめんなさいとかありがとうっていうのはなかなか、まあ、言えなくなったりはするけどね。はい。いう感じになってくるっていう感じになるんですけど、まあ、ごめんなさいとかありがとうっていう言葉をちゃんと要するに言えるように、なりましょうということになります。はい。では、流れとしてはちゃんと言いましょうということになってくるわけなんですけど、もうデイビッド・アトキンソンさんね、もう途中で見ててね、周りに止めるやつおらんのかよ、ほんで、もう一つお前やけどさ。奴隷がなかったという証拠はって言って。こんなお前、さっさんとお前、発言してたら、お前アホやろって俺、速攻で突っ込み入れてる。見つけたら。まあ、見つけてないから分からへんけど、それは別にさっさんのずっと見てるってことはないんであれなんですけど、奴隷がなかったという証拠は言ってみろやみたいなこと言ってたら、お前逆っていう。逆っていう。なかったことの証明とか基本できひんからっていう。そうやろ。あることを証明せなあかん。逆や。逆っていう。ね、なかったことの証明っていう。どうやって証拠が出せんねん。タイムマシンでも作るんか。タイムマシンでも作って北海道の沖縄に至るまで要するに100年間ぐらいずっと奴隷がいないかなっていう観察し続けるんか。神様でもない限り無理やろ、そんなことよ。はい。奴隷がなかったという証拠はっていう。ね、はい、いう話で、二つ目ですね。シルクロード知らんのかって。知らんよ。知ってても知、いや、逆に知らない方がいいわ、もう。うん、シルクロード知らんのかって。どうやって持ってくんのよ、シルクロード。バスで行ってもしんどいぞ。自動車に何キロかかるのよ。アフリカの奴隷連れてくんのか。アフリカの奴隷シルクロードに乗って。ブーって言って。で、どこまで行くんですか？行ったら、この船に乗るんですか？初めから船で来いやと。初めから船で来いやみたいな話になるよ。どういうことなのかなって思うね。はい。シルクロードは知らんか？知らねえよ。どんなロードだよ。シルクロード通ってね、昔ね、黒人の奴隷さんはね、シルクロードをぐーっと通っていってね、日本にたどり着いたんですよね。って輸送とか考えたことある？輸送コストとかさ。はい。どんな強靭やねん。どんな強靭な要するに肉体してんねん。もうその時点で反乱を起こせるやろ、大体。そんな強靭な、体を持ってる人たちばっかりなんやったとしたら。はい。ということでね、三つ目というね。まあ、それだけにこう言えるだけなんでね。はい。というのでね、いうことですが、資料出せるぞって。ね。資料出せるぞろっつってね。出せよ。出せよ、黒人奴隷がいた。はい。なんか、ごく一部の学者とかが言ってるやつでしょ？どうせ、なんか、その変な話で、こんな話があるよ、みたいな。それもなんか、それ裏付け取れてんのみたいな話やし、大体。裏付け取れてんのって話やし、それ奴隷っていう証拠あんのみたいな。
はい。いうふうな話だろ、どうせ。どうせそれを要するに支援の証拠やと思って資料出せるぞって思ったでしょ。そんなんが資料になるわけないでしょ、だいたい。はい。という感じになるんですけど、それ出せないっていうことになったんでしょうね。そしてまあ言うのを、私が差別された誹謗中傷されたっていうね。まあこの流れですね。はい、この流れ。もうなんか、お約束のパターンですよね。これお約束のパターンですね。はい。という感じになるんですけど、まあ、こうやって要するになんか私は差別されたと自分がやらかしたことの結果にも関わらず、自分がやらかしたことによって、自分が今正当な批判を受けているということに関わらず、認知が歪んでしまっているという状態なんです。はい。まあ、一つの、ま、精神疾患じゃねえかなと俺は思うんだけどね。まあ、私も要するに、ま、いろいろこうメンタルがやられた時は認知が歪むっていうかな、感じがあったんで、認知が歪むなこれっていうふうに思ったんで、X を一回停止したことはあるんですけど、あ、これはアンチコメントいっぱい書いちゃうわっていうふうな感じになっちゃうから、その別にデイビッド・アトキンソンさんを、その必要以上に、いじめる必要性はないと思うんですよ。間違ったこと言ってたら間違ったこと言ってますよって話ですよ。デビッド・アトキンソンさんある程度の公人ですので、間違ったことを広められると非常に日本にとって不利益になるんで、はい。国益を損ねることを平気でやってくるってことになりますんで、それに関してはデビッド・アトキンソンさんがなんか変な発言してたら、これデビッド・アトキンソンさんそれ違いますよっていうのを、冷静に淡々と批判していくっていうか、間違ってますよっていうことを言っていく必要であったりとか、デビッド・アトキンソンの言動について注目していくっていうのは、これは別に誹謗中傷でも名誉毀損でもないわけなんですね。はい。この人がちゃんと公的な職業についてるということになってますんで、当たり前のことです。はい。当たり前のこと。言われて当たり前。はい。いう感じになるんですが、ここで注意しなきゃいけないことが一点だけあります。〇〇人は謝れない。これはレイシストです。これはレイシストです。そんなことは全然ありません。そんなことは全然ありません。はい。外国人の人でも、間違いを起こしましたって言ったら、私がそれ間違いですよねって言うと。言ったら、ごめんなさいっていうのはあります。大丈夫です。はい。だから外国人でも謝れる人と謝れない人がいますということになります。はい。いう感じになっています。はい。ハーフだからとかどうもこうだから文化的背景が違うから謝れない、謝れますっていうのは違いますね。いうことで大丈夫ですね、皆さんね。はい。だから、〇〇人は謝れない。全員が謝れないんですか？そんなことは全然ないですっていうことです。だからこれはレイシストになっちゃうんで気をつけてくださいということです。はい。いやいや、そうやな。丸々人は要するに謝ったら負けみたいな文化があるから、よく考えてください。よく考えてください。本当に丸々人だけですか？それは自分たちの日本人の要するに自分の歴史とか自分たちの要するに国のことに対して、ちゃんと批判するべきは批判しないといけないじゃないですか？はい。はい、皆さん見てください。はい、インフルエンサー。はい、こちらね。インフルエンサー。自分が間違った情報を発信してしまいました。もしくは、間違った要するに PR の仕方をしました。企業案件だということを隠して企業案件をやりました。明らかに自分が悪いですよね。明らかに自分が悪いです。そうすると視聴者であったりとか、ファンであったり、もしくはアンチの方々であったりしたら、正当な批判を自分に投げかけてきました。これに関しては、正当な批判であるねということを自分の中で噛み砕いて難しいかもしれませんね。人間にはプライドとか変な要するになんか、論点のすり替えとかしたくなるという気持ちは非常によくわかるんですが、私もそういうのが全くゼロというわけではないので、メンタルが落ち着いてない時とかっていうんだったりした場合はそうなったことってもありますから、気持ちはわかります。しかしインフルエンサーであったりとか保守論客であったり活動家、保守論客もたくさん間違い出しましたよね。たくさん間違い出しましたよね。コロナの時もそうだし、ワクチンの時もそうだし、アメリカ大統領選の時もそうだし、岸田総理の時もそうだし、安倍晋三のことの、安倍晋三総理の、安倍晋三元総理のこともそうだし、っていうふうなことになりますね。数え上げればキリがないですね。安倍晋三さんが要するに悪いことやってるにもかかわらず、安倍晋三さんが素晴らしいっていうし、岸田総理が正しいことやってるにもかかわらず、岸田総理は間違ってるってわけのわからないこと言いますよね。はい。トランプは要するに、トランプ大統領は要するに、2020何年かなんかに、選挙でひっくり返る、選挙が結果がひっくり返るって言って、もう、次の選挙来ましたね。トランプ VS、カマラ・ハリスっていう戦いになりましたよね。間違ってると思うんですけど、その時にね、初めね、間違ってるかもしれないけどとか、まあ、俺の話は、ね、空想程度に聞いといてほしいんですけどっていうふうなことを言いました？言いました？そうそう、私左寄りの人からずっと言うふうに、攻撃が来るっていうような感じになるんですけど、私両方批判してますから、ちゃんと。右側も左側も私ボッコボコに批判してますからね。っていうことを言ってんの。この話がまあ真実だとは思わないでね、とか言って、まあネタとして聞いといてね、とか、次回以降の話ってはネタとして見といてね、とか、こんな話が今出回ってるからみんな注意してね、とかいう話じゃないですか。
でも関わらず、要するに皆さんはなんかその人事つかのように要するに言いましたっていうことに関して、それに関しては間違いでした、ごめんなさいって言った人って何人かしか知らないんですけど、私ですよね。謝罪できてないですよね。じゃあ活動家の人々は、うん、活動家の人々は自分たちが要するに間違えたこと言って、これ間違いじゃないんですかって、これ間違った行動じゃないんですかとか、これ言ってることは間違ってますよねって言って、私謝罪受けたんって一回もないんですけど、はいはい、ないんですけど、その活動家の人たちがなんか勝手に私のことやって、なんか勝手に要するに勘違いして、勝手に要するになんか拡散したりとかしてるんですけど、まあ、別に全然気にはしないんでいいんですけど、うん。それで、だから、それ間違ってるよって俺言ったにもかかわらず、俺だからちゃんと言ってんじゃんっていう。言ってん。ちゃんと言ってんぜって言ったら、何も言わないですよね。何にも返してくれないですよね。あ、そうだったんですかって。思い違いしてましたって。来たケースあります皆さん。私、コラボのケースっていうのにやったと思うんですけど、若草ボンドパッドスコラボであったり、フローレンスのことであったりっていうことで。で、白か黒かはわかんないから、総勘定元帳とか領収書とかを公表していて、自分から積極的にうちは会計はクリアにやってますよってことをどんどん言っていけばいいんじゃないんですかって言ってるんですよね。で、出せないんであるなら、まあ裁判所の決定であったりっていうのを見るしかないよねって言ってるんですよ。何も黒だとか白だとか言ってないんですよね。白とか黒とか言ったんですか、私。うん。そう、裁判所が決定することでしょって、だからって。そうそう。だから、今の段階で白とか黒とか言ったら両方とも陰謀論者じゃないのっていう話をしてるわけじゃないですか。そしたら、普通に考えたら、あ、そういうことだったんですね。すいません。思い違いしてました。松井さんのこと勘違いしました。ごめんなさい。俺、これ来たん一件だけ。これ一件な。松井さんすでに謝罪してますよねって言って。謝罪してるにもかかわらず、要するに攻撃来て、すいません。言っちゃいました。ごめんなさい。これも一件ありましたよね。うん。俺、何に対して謝罪してんのかよくわからんまま謝罪したこと、確か一回。はい。っていうことが一件ありましたよね。いや、その時に私なんて言います？だからそういう人たちが全くゼロとは言わないですよ。全くゼロとは言わないですけど、その要するにそれらの信者の方々って自分の間違いちゃんと訂正できましたか？すいません。だからこれで増税したって言ってるんですけど、これは安倍晋三総理の時に閣議決定されて、安倍晋三総理の時に、施行されてますよって。ですから、それを批判するんであれば、安倍晋三が悪いと言わないといけないでしょって。これを要するに私淡々と言うんですけど、それに対する答え毎回、いや、それでも岸田が悪いよ。それ自分が間違ってるって考えて、普通。年表を見て、何年に要するに法案が通りました、何年にそうです。で、安倍晋三総理の要するに在任期間こっからここまでですってなってるんやんか。あ、それは岸田総理さんのせいじゃないですね、と。安倍晋三さんのせいだったんですねって言うんやったら、俺も話わかるんですよ。それがいいか悪いかは別としてね。それがいいか悪いかは別として。その難民の入管改正法だって要するに、規制強化してますっていう風になってるわけじゃないですか。台湾と要するに日本の要するに、海に関する防衛であったり、まあ、海上保安庁系であったりとか、日本と台湾が防衛に要するに邁進していきましょうねって、体制を強化していきますよって、岸田総理がやったことなんですよね。で、防衛費 2% ぐらいにしていかないといけないですね。2% にしていきまーすってやってるわけですよね。うん。なんで補修が起こってんの？なんで補修が起こってんの？でしょって。で、それに対して、その違いますよって、コメントしてくれてる人って、X であったりとかしたら、いっぱいいらっしゃるでしょ、皆さん。SNS でいっぱい要するにこれおかしいんじゃないんですかっていうふうなこと言ってるじゃないですか。俺だって YouTube のコメント欄見て、あ、それは違ったんやとか言うのってあるやん、別に。あ、ごめんごめん、それはほんな間違いやったよ、俺って言って。だから、とか、ね、この要するに朝栗安家問題に関してっていうことに関しては、いくつかのレイヤーに分けて要するに考えた方がいいですよとかね。分けて考えた方がいいですよとか話とか、確かにそうやったらええなと思ったら、もう要するにまとめてくれてる人とかいるから、X で。とかいろんなことがこう、わかるわけやんか。何のために SNS やってんのって思う、俺からすると。そう。だから一方的に自分が思ったことを流して批判反論は受け付けませんよ。だからテレビとやってること変わらへんって。テレビや新聞とやってること変わらへん。自分たちが要するに、愚民どもを啓蒙してやるんだっていう傲慢な思想のもとに間違った情報を垂れ流し続けるっていう。そして要するに永久に反省することもないっていう残念な状況の大人になってるわけじゃないですか。じゃないよねってことです。じゃないよねってことです。
そうなっちゃダメだよねってことが大事でしょって。そうなっちゃダメだよねってことなんやけど、みんな見て、インフルエンサーを知らない。誰がどうとか言わないっすよ、私は。いちいち。一緒やろって別に。デイビッド・アトキンソンさんと。だから、〇〇人は謝れないってのはそれ違うよって話。謝れない大人たちはいっぱいいるよって話。謝れない大人たちはいっぱいいるよって。で、デイビッド・アトキンソンさんはそのうちの一人だったって話です。そのうちの一人だったって話です。で、だからこういうことを言ってきたら淡々と言うべきなんです。私は差別された誹謗中傷された。そら、中には、ね、中にはあなたのことを要するに差別されたとか誹謗中傷してる人であったりとか、ゴム人間だとか、わけのわからんことを言う人、中にはいますと。でもそれはどこの国にいる人もいっぱいいるでしょと。そういう中に取り憑かれちゃった人ってのに、一定数いるでしょって。だから SNS やってる以上はそういう人たちに取り憑かれたりすることはあるよって。でも、あなたが批判されてるのは、奴隷がなかったという証拠はあるのかというわけわかめの発言をしたり、シルクロード知らんのかって突然なんかシルクロードの話をして、自分から日本で黒人奴隷をなんか使ってるぞってそういう資料出せるぞと散々煽っておきながら、鍵あかにして逃亡しているというこの現状を批判されてるんですよっていうことを言ったよ。そう。一回二回では耳に入らないから、みんな何回もこう言う必要性がある。違うよって。わからないから。そう、みんな何回も言うやんか。例えば、これ以外の話でも、若草ボンドパップスコラボやフローレンスのことでもさ、俺が主張してることでいつまで経っても伝われへんやんか。伝われへんかったやろって。総監上元長と領収書を出して、自らオープンにして、こう会計情報をオープンにしていくっていうことがすれば、別にデマなんか広がらないですよ、いう話してるよ。だって、それができないんですって。それができないと、だから裁判所の結果を出て、結果が出て、その、公金の要するにところの裁判所の判断とか結果の状態を見て、それでしろっていう判断が出たんやったら、それを広めてあげればいいでしょとかね。そういうのをちゃんと要するに言ってあげないといけないでしょって感じ。何回も言ってますよ、こっちは、みたいな。聞いてないんや、お前がっていうね、話になるけど、聞いてない人いっぱいおるからね、世の中。はい。なんで、それを要するに、淡々と要するに言ってあげるって。だから、デイビッド・アトキンソンさんは要するに、じゃあ日本にレイシストが、いるとかいうのは筋違いな反論やでって。あなたが勝手にレイシストを作ってるだけやからなって。で、あなたがレイシストを勝手になんか、捏造してるからなって。それをちゃんと要するに何回も淡々と言ってあげるってことがね、大事になってくるわけですね。よろしいでしょうか。まあ、要するに皆さんが、この歴史の要するにオタクの人であったりとか、まあ、ゲームオタク、まあ、ゲーマーと言われる人であったりとか、いろんな人たちがいます。この今回いろんな国の人たちと、いろんな要するに人たちと、いろんなオタクの人たち、ね。日本大好きな外国人の、日本オタクな要するに外国人の人たちね。そして要するにこのデイビッド・アトキンソンさんのこと言ってて、なんか、このデイビッド・アトキンソンさん掘りまくるぞって言って、動き出したオタクの人たちだったりとか、ゲームに関してのゲーマーの人たち、もしくはゲームオタクで大好きですよっていう人たち。とか、他にも全然関係がないです、興味がないですっていう風な人たちとか、いろんなこうね、オタクな人たちがね、ワールドワイドのこう結果ね、結集した結果、少しずつ要するに言論が正されていってます。はい。言論が正されていってます。だから昔みたいにこういうなんかごく一部の人たちが間違ったデマや情報を大量拡散したことによって、日本に対して不利益な状況になるとか、世界に対して不利益な状況になるってことは少なくなっていってます。はい。だから皆さんもこれは大事なんですけど、必ずこういった問題が起きたことに対しては、どういった問題があるのかとか、どういった背景があるのかってことをちゃんと要するにチェックすると。そして多角的なものの視点とかをちゃんと見なきゃいけない。そしてこの人たちの行動がどういう行動によってなってるかってことはちゃんと監視しなきゃいけないということです。いいですか。専門家にしろ、要するに、官僚にしろ、どんな人たちでもそうなんですけど、国民の目に監視されるべき人々なので、この人たちが政策を決定するんで間違ったりしたりとか、政策に決定を影響を及ぼすような人たちが、間違った考え方を持ってやられちゃうと、こちらとしては大損害を引き起こしてしまうんですね。だから、何かあった時に関しては必ずね、自分には関係ないよって思うんじゃなくて、ニュースでも何でもいいしですね。自分には関係ないよっていうことじゃなくて、これどういった問題があるのかなっていうことに関してね、少しでいいんでね、目を向けていってほしいなと思ってます。で、今回はオタクの人が結集した結果、世界を救いそうになってるんで、まあ、結構胸熱な展開だなっていうふうに私なんか見てますけどね。よろしいでしょうか。はい。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。